ましたらすぐにお伝えします。東京の草壁さん。はい、それではここから東京のスタジオからお伝えします。日本政府の最新の動きについて伝えてもらいます。はい、総理官邸にいる橋口記者に聞きます。橋口さん。はい、安倍総理は事件発生以来自宅には帰らず、今日も官邸の隣にある総理公邸で過ごしています。そして午後5時前、岸田外務大臣が公邸に入り報告を受けています。